WBC、WBO スーパーバンタム級新王者のモンスター、井上尚弥選手、今年12月に同級4団体統一戦が秒読み段階に入っている中、最近になって早くも1階級上である世界フェザー級王者たちがモンスターとの一戦を熱望しているといいます。というわけで今回はフェザー級で活動するボクサーたちから井上選手に寄せられている挑戦状の数々をご紹介していきたいと思います。最後までついてきてくださいね。まずはじめに打倒モンスターに名乗りを上げたのは WBC 世界暫定フェザー級王者のブランドン・フィゲロア選手。彼はアメリカの YouTube チャンネル210ボクシングテレビに出演し、井上選手が8ラウンドに沈めたフルトン戦を振り返り、もし将来井上がフェザー級に上げてきたらの質問に対して高揚に断言しました。そのことがすでにファンの間で話題になっていることは分かっている。井上 VS フルトンの前から井上と私の試合が素晴らしい戦いになるだろうと言われ始めていて、私もその意見に賛成だ。私はどんな試合であっても毎回戦いに向かっていくので、井上との試合は素晴らしいものになる。正直に言ってベストの中のベストの選手と戦えれば嬉しい。またフィゲロア選手は井上 VS フルトンについて、素晴らしい戦いだった、井上が実力を見せてただ素晴らしかった、井上はなぜパウンド4パウンドの一人であるのか、なぜ最も多く注目されるべきなのかを示した。特に軽量級で才能あふれる選手が世界中にいることをボクシングファンが認識し始めている中で、あのようなボクシングを日本のリングから披露したことは素晴らしいこと、大きなことをやり遂げたのはすごいことだと思うとコメント。井上選手の衝撃 TKO 勝利を称え、さらに次のようにモンスターを称賛します。井上は選手を倒すために必要だと私が思っているものを全て持っている。機敏さ、スピード、力強さと彼は必要なものを持っている。フルトンはこの国を離れて王座を防衛しようとしたが、ベストな選手が勝ったということだ。フィゲロア選手はこの試合を戦前からフルトンに井上はひどすぎる相手だろうと感じていた。そうで、プレッシャー、パワーの面だけでなく、井上は全てにおいて正確だった。理想のポジションをキープして、パンチをうまく当てていた。見てわかるように彼は踏み込んでいった。と分析しました。以前から、接戦で本当に良い戦いになるだろう。井上が有利だと思うが、フルトンは最高の準備をして、試合に臨むだろう。と分析。さらに、井上には弱点がない。だからフルトンが勝ちたいのであれば、ベストな戦いをしなければならない。井上が、モンスターと呼ばれるのには、それだけの理由がある。両者のスタイルが噛み合えば、とても面白いことになるだろう。俺の予想では、最初にミスした方が負けると思う。と、予想していたフィゲロア選手、彼からすれば、大方想定通りの結果だったでしょう。さらにインタビュアーから、あなたなら何ができたか、井上のパンチにどう対応したか、と質問されると、それはリングに上がるまではわからない。今のところ、私の顎は強いし、良いパンチも打てる。それを生かしてアグレッシブに行く。井上もとてもアグレッシブだから、試合は攻撃的なものになる。ラウンドを通して彼を攻撃するが、同時に井上が素晴らしいファイターで、あることもわかっている。本当に彼のパンチには気をつけなければならない。とすでに、井上戦を想定し、壮絶な打ち合いを覚悟していると言います。また、私は、どのような選手との試合でも、相手の顔面に隙が生まれれば、無数のパンチを放っていく。私は戦いを見せたい。それこそが私が、練習を積み試合をしたい理由で、井上との試合はメガファイトになると感じている。私のファンはとても興奮するだろうし、私は彼と戦って驚かせることができる。それがファンの目にしたいことでもある。と、モンスター討伐に自信を見せます。26戦、24勝1敗1分けの戦績を残してきているフィゲロア選手。その唯一の1敗が WBA&WBC 世界スーパーバンタム級王者時代の2年前の11月に WBO 世界同級王者のフルトン選手と統一戦を行い、1対2の僅差で判定負けしたものでした。この3月にフェザー級に階級を上げ、フルトン選手との再戦が内定していましたが、正式な契約書を交わしていなかったことから、フルトン選手が方向転換、ファイトマネーが数倍に跳ね上がる、井上戦に乗り換えて、その再戦は流れたという背景があります。フルトン選手はそのことに関して、私は井上戦が決まる前の、昨年11月に、ブランドン、フィゲロアと話し合っていた。フィゲロアと戦おうとした理由は、あなたが知っているように、評論家の批判を黙らせたかったからだ。みんなが、この試合は接戦だった。この選手が勝った。いや、こっちが勝った。負けた。と話している。だから再戦することで、この批判を黙らせたかったんだ。と語っています。それもそのはず。その試合では、勝利したフルトン選手が、リングインタビューを受けている最中、敗戦したフィゲロア選手は王者に近づき、勝ったのは俺だ。ここにいる全ての人がそれを分かっている。俺はお前を5回ほど痛めつけた。とまくし立てていました。対するフルトン選手は、君はアグレッシブだったけど、私はクリーンヒットで勝った。と反発。それでも判定結果が、
腑に落ちないフィゲロア選手は12ラウンドにわたってずっとプレッシャーをかけ続けた。クリーンショットも浴びせた。俺が失ったラウンドはせいぜい4ラウンドくらいのものだろう。勝利を盗まれた。今年最悪のミスジャッジだと語りました。一方の勝者フルトン選手は、戦争のような試合でクロスファイトだった、接戦でしたが勝ったのは私です。フィゲロアが放ったパンチのすべてをグローブで止めていましたし、彼は何発も私の腕を打ちました。フィゲロアの動きは雑でラフでしたね。私のパンチの方が的確でしたよ。素晴らしい経験になりましたと振り返っています。しかし結局フィゲロア選手はフルトン戦を予定していた日に WBC 世界フェザー級暫定王座決定戦として元 WBC 世界フェザー王者のマーク・マグサヨ選手と対戦、3対0判定で勝利を収めました。そのためフィゲロア選手にとってこの井上 VS フルトンは特別な感情が入り混じるタイトル戦だったことでしょう。そんなフィゲロア選手はフェザー級に上げてからの進化に手応えがあるようで、新しい126ポンド級ではうまくやれていて、強く早く鋭くなっている。次の試合ではさらに私の成長やどんどん良くなっていく進化の部分も目にすることになるのは確かだとも話します。そして彼は目標をこのように掲げました。だから私の将来に何がもたらされることになるのかな、とても楽しみだ。ベストの中のベストとの戦い、ワールドクラスのレベルでタイトルマッチに多く関わることがこれから私がやっていくことだ。そのベストの中のベストの戦いこそが井上選手とのドリームマッチなのです。彼が126ポンドに上がってくるときに全てが決まる。しかし私には階級を130ポンド135ポンドへと上げていくプランがある。まずはこの階級でエキサイティングな戦いを実現して126ポンドでタイトルを取って最高の選手と戦い続けて王座を保持していくことになるとプランを明かしています。まずフィゲロア選手は WBC の正規王者であるレイ・バルガス選手との王座統一戦を行わねばなりません。井上戦を実現するためには世界のベルトを保持することが絶対条件となると見られています。期待したいところですね。続いて紹介するのは WBO 世界フェザー級王者のロベイシラミレス選手です。彼は先日井上 VS フルトンの前座となる試合で2012年ロンドンオリンピック男子バンタム級銅メダリストで WBO 世界フェザー級11位の清水聡選手に5ラウンド TKO 勝ちを収めたボクサー。ラミレス選手は試合後、清水選手をリスペクトしています。私はリング上で対峙する全てのライバルをリスペクトしています。彼は37歳、最近はあまり試合もしていないと聞いていました。でもとてもいいボクサー、パワーもありましたと話した上で、もちろんこのベルトは防衛していきたい、しばらくは126ポンドの試合でやっていきたいとコメント。この試合の前にはモンスターとのビッグマッチの熱望をしていて、井上がフェザー級に階級を上げてきてチャンスがあればぜひやりたい、いい試合になると思う、私のキャリアのプラスになるしファンのためにもなると前向きな姿勢を示しているのです。アメリカの興行大手トップランク社のプロモーターボブ・アラム氏もこれから先長く語り継がれる試合だった、伝説的な選手になってきている、間違いなくパウンド・フォー・パウンドで1位だろう。井上は経験が豊富な強敵を向こうに回してもまるでその相手が何者でもないかのように勝利してしまう。いろんな階級で戦いながら全て一方的な内容だ。こんな選手は見たことがないし本当にスペシャルだよ、日本は誇りに感じるべきだろうとフルトン戦を称賛した上で、問題は4団体統一戦の後だ。もし井上がフェザー級に上げるなら、今日のリングに上がったオリンピック2大会連続金メダリストがいる。実はファンに見てもらうためにラミレスを日本に送ったんだ。ファンに彼の強さについて議論してもらうためにね、と話しながら不敵な笑みを浮かべていたようです。また井上選手の所属事務会長大橋秀幸会長は、スーパーバンタム級を4団体統一をして来年にかしめろ、練りとやっていくのが一番いいと思う、それに勝てばフェザー級に上げてラミレスとやったら面白いとの案を示しています。ラミレス選手は井上選手よりも一つ年下、そのため今後もフェザー級のベルト守り続けることができるのであれば対戦は不可能な話ではないと言えるでしょう。 IBF 世界フェザー級王者であるルイス・アルベルト・ロペス選手もモンスターの新たな資格に名乗りを上げています。彼は2022年12月10日 IBF 世界フェザー級王者のジョシュ・ワーリントン選手と対戦し、12ラウンド2対0の判定勝ちを収めて王座を獲得しました。そして2023年5月27日、元 WBA 世界フェザー級暫定王者で IBF 同級5位のマイケル・コンラン選手と対戦。そこでは5ラウンド1分14秒 TKO 勝ちで IBF 王座の初防衛に成功しています。そんな中、メキシコのボクシング専門メディア、イスキエルドは、井上尚弥を待ち受けるロペス、すでに井上の欠点を見抜くと題する記事を掲載。ルイス、ベナド、
ロペスは大きな挑戦を望んでおり、井上尚弥を126ポンドで待ち受けていると報じました。同メディアは、日本の怪物井上は対戦相手を粉砕し、階級を制覇することで偉大なキャリアを固めてきた。ライトフライ級、スーパーフライ級、4団体を制覇したバンタム級、そしてスーパーバンタム級、WBC&WBO 統一王者である彼は、今年中に122ポンド級の4つのベルトを全て保持し、その後に他の階級に上がる可能性もあるとした上で、ロペス選手の以下のコメントを伝えています。井上は伝説的なファイター、彼との試合は素晴らしいものになるだろうし、もし実現すればとても楽しみだ。でも私は強くてタフだし、パンチの打ち方も知っている。だからもし井上がフェザー級に上がったら、私はいつでも彼を待っている。さらに同メディアは、井上の資質に議論の余地はなく、特にそのパンチ力は彼のパフォーマンスで証明されているが、ベナドはこの日本人の欠点を見つけたとし、ロペス選手が、彼はタフで前に出るし、ハードヒットもするし、コンビネーションの入れ方も知っている、しかし彼には足がないと語ったことを報じました。どうやら早くもモンスター討伐に活路を見出していそうなロペス選手、対戦は実現するのでしょうか。元 WBC 世界フェザー級王者のゲイリー・ラッセル・ジュニア選手も井上選手との対戦を熱望するボクサーの一人。ラッセル選手は WBC 世界フェザー級王座を5度防衛したものの、2022年に陥落、その後実戦から遠ざかっていますが、再起戦の相手として井上選手を指名したといいます。アメリカメディアボクシングシーンは、ゲイリー・ラッセルが井上との対戦に興味を持っている、彼は極めて熱心なボクシングの観戦家というわけではないが、なお矢の上に注意を向けている自分に気がついた。殺傷能力とハンドスピード、容赦ない攻撃性により、ラッセルはファンを作ってきた。普段は厳しい批評家の彼でさえ、井上の特別な才能は認めざるを得ないと報道しました。同メディアは井上選手とラッセル選手の対戦実現について、報酬の最後に十分な数のゼロがつけられるのであればラッセルは喜んで同意するだろうとの見解を示しました。当のラッセル選手は、彼は本物だと井上選手を高く評価した上で、正しい額の金が払われれば、そうだ、彼は俺が戦ってみたい相手だと不敵に語ったといいます。さらに同メディアは、井上ほど優れた選手との対戦を考えるだけでラッセルの身の毛はよだつようだ、35歳の彼は当初キャリアのこの段階では階級を上げることが必要だと明かしていた。126ポンドでの滞在を眺めることは簡単ではないものの、得られるファイトマネーが十分であればラッセルは黙認するだろうと続けていました。さらにラッセル選手は以前のインタビューで井上選手を次のように評価しています。強い選手だね、本当にいいボクサーだと思う。井上は本当に強く、パワーは飛び抜けている。彼は自分がパワフルであることを知っている。自分にやり遂げられるのかどうかを疑っている選手と、自分の力を信じている選手の間には大きな違いがある。自分のパワーを知っている選手は別次元の自信を持っている。井上に勝つにはまずその自信を打ち砕かなければならないだろう。モンスターを高く評価するラッセル選手、見事再起を果たし、井上選手とのビッグマッチが実現できるのでしょうか。最後に紹介するのは、先日モンスターに完敗したスティーブン・フルトン選手です。すでに WBO フェザー級5位にランクインしているフルトン選手、再起を目論む彼は、もしも願いが叶うなら、チーム井上が近い将来か彼が予定しているものを達成した後に再戦の機会をくれることを望みたいと主張。井上選手とのリベンジマッチを願望を記した上で、敗北も人生の一部だ、それにどう立ち直るかは俺が決める、俺は人生を歩み続ける、年末には戻ってくるよ、顎を上げて頭を高くしてねと強気な姿勢を見せているといいます。そんな彼は先日、階級を一つ上げたフェザー級で再起する決意を表明しました。自身の SNS で、三つ編みを切ったと報告し、So long 122と投稿しました。さらに彼は井上選手に8ラウンド TKO 負けした試合の写真とともに、より強く、よりよく、よりスマートになって戻ってくる、彼に対して名誉挽回する、機会が待ちきれないなどと投稿、再起の決意を改めて示した。しかしながら、フルトン選手の今後には懐疑的なコメントが寄せられていました。井上選手とフルトン選手には力の差があるという指摘をする、挑発に対し、黙れ、私に何ができないかとか言うな、などと反発、あなたはソーシャルメディアに敏感すぎるという指摘には、あなたたちが何を言おうが、私は同じエネルギーで応じることはできないから、敏感なんだ、もう書き込まないでくれ、と反応しました。フルトン選手のファンの中には、激励のメッセージも寄せられており、フェザー級で王座を獲得して、井上が階級を上げた時に、再び対戦する機会を待てばいい、階級を上げてベルト、一つか二つ得るんだ、彼が階級を上げたら、再戦が実現する、幸運を祈る、などとエールを受け取ると、フルトン選手は、それは俺の計画だ、と返信していました。これに反応したアメリカのボクシング専門メディア、
ボクシングニュース24はフルトンが井上との再戦をファンから期待されるためにはフェザー級で最も弱いベルト保持者を選ぶのではなくトップクラスのチャンピオンと対戦する必要があるとの見解を示します。さらにフルトンは WBO フェザー級王者ロペイシラミレスや IBF 王者ルイス・アルベルト・ロペスに挑戦する気があるのだろうかと疑問を投げかけ、彼らはフルトンにとっては悪夢のような選手で井上戦よりもひどい恥をかかされる可能性が高いから可能性は低いだろうと分析しています。イギリスのスポーツメディアトークスポーツの編集者マイケル・ベンソン氏もスティーブン・フルトンは井上尚弥に敗れた後フェザー級に転向する意向を表明した、同階級で世界タイトルを獲得し将来的に井上がフェザー級に上がってきた際に再戦を目指すつもりだというとのコメントを投稿しました。ボクシングシーン .com の記事ではフルトン選手のリベンジ宣言を紹介しつつ、彼には言い訳できる要素がたくさんあった、時差のせい、権力、怪我をしていた可能性もあった、しかしフルトンは全く言い訳しなかった、フルトンは今まで以上に努力しなければいけないことを理解しているなどと伝えました。フルトン選手の今後については、汚名返上への道が今のフルトンの頭にはある、井上とスムの再戦はありえないが再戦の候補になる道はある、第一にフルトンは階級を上げることを公式にしたと記されています。また転向した階級で世界王座を奪取すれば完璧な餌になると同メディアは指摘、フルトンは井上がいつか階級を上げてくると予想しているからだ、その時世界王座を狙う井上をフルトンへ導くことになるだろうと雪辱への道筋を予想したのでした。そしてつい最近にもフルトン選手は自身のインスタグラムに屈辱的な敗北のシーンなどが編集された動画を公開、それはキャンバスに崩れ落ちたシーンや試合後の会見、井上選手の控え室を訪れた場面などが収められた動画でした。投稿文面には倒れても決して落ちたままではいないと記し、ハッシュタグ止められないといったハッシュタグも添えられ、再起を目指すことを思わせる内容でした。ファンからもすぐに反応があったようで、君はまだトップ選手の一人で立ち直ってすぐに戻ってくることができる、戻ってきたら初めより良くなってるはずだ、いつも敬意とマナーがある、いけチャンピオン、尊敬だ、その通りだ、今まで以上に強くなって戻ってきてくれといった応援の声が集まっていました。フルトン選手の今後にもぜひとも注目していきたいところですね。いかがだったでしょうか。今回はフェザー級で活動するボクサーたちから井上選手に寄せられている挑戦状の数々をご紹介してきました。スーパーバンタム級に上げて間もないにもかかわらず続々と寄せられるフェザー級からの挑戦状、これもモンスターの強さたるゆえんでしょう。チャンネル登録高評価を押すかはお任せしますので、せめてもう一本私の動画を見ていってくださると嬉しいです。それではこの辺で。